最近、中国からアメリカに入国したばかりの人が大紀元に対し、今年5月、広州のアメリカ総領事館で、特殊人材グリーンカードを申請する際に、脱党証明を提出するように求められたと明かしました。では、アメリカへの移民申請やアメリカのビザ申請の際に、脱党証明を提出する必要があるのでしょうか。 どのようにしたら脱党証明を提出することができるでしょうか ?5 年間、頭皮を納めないと自動的に脱党したことになるのでしょうかアメリカのリンカーン法科大学院で法学博士号を取得し、カリフォルニア州の最高裁判所に登録されている弁護士のシューバイ氏は、大紀元の取材に応じ、関連する質問に答えました。州弁護士によると 移民ビザと非移民ビザの申請時には、二つの状況が存在するということです。一つは、あなたが記録を残していて、中国共産党、中共に加入したことがあるといった場合、移民担当官はあなたに脱党しているかどうかを尋ねます。周弁護士は、この時は正直に回答する必要があると強調しています。職場や学校で、 宗教組織に加入したことがあるかどうかの質問に対して移民担当官は統一性がないと判断した場合はそれを理由として移民ビザの発行を拒否できますですから相手を騙すような統一性がない発言は確かに大きな問題になります嘘が発覚した場合移民ビザは保留されるか即座に拒否されますこれは基本的に終身的な拒否を意味します 州弁護士は、中共に加入したことがある場合は、世界脱党サービスセンターに連絡して、正式な脱党証明書を取得する必要がある、と提案しています。州弁護士は、脱党証明の提出の重要性の例を示して、次のように説明しました。以前、私のクライアントに大学で中共に加入するよう求められた先生がいた。後に、 その先生はネット上で脱党を進める人に出会い、中共からの脱退を選択した。先生はそのスクリーンショットを移民館に見せ、移民館もそれを認めた。しかし、電話やネット上で脱党したかどうかにかかわらず、最も安全で最善の方法は、脱党証明書を取得することだ。それは、非移民ビザの申請にも同様に適用される。観光。 就学、就労のための避妊ビザを申請するために中国にあるアメリカ領事館に出向く中国在住者は DS160 フォームへの記入が義務付けられています。州弁護士によると2016年以降 DS160 フォームに中共に加入したことがあるかという項目が追加されました。州弁護士は自身が接触したクライアントの中に ヒーミンビザを取得する際に DS160 フォームに中共に加入したことがあると記入した人がいました。しかし、このことは次の手続きに大きな障害をもたらしました。ヒーミンの短期ビザ取得者で以前中共に加入したことがある場合は、脱党証明書の提出をお勧めします。二つ目の状況では入党経歴がない場合、移民間は 小船隊や強制団に加入したことがありますかと尋ねます。それについて州弁護士は次のように説明しています。アメリカ政府はこの分野の小船隊員や強制団員に対しては宗教ほど重要視しない。しかし、安全のために事前に準備しておくことが良いだろう。世界脱党サービスセンターに連絡して、 強制団や小戦隊からの脱退証明書を取得する衆弁護士は新型コロナ流行後に米中関係はさらに緊張を高めており世界中でも中共に対する見方が悪くなっていると指摘しその上で私は信じていますが今世界情勢を理解している中国人は中共や強制団と小船隊から脱退し この強権統治組織との境界を明確にすることを選択するだろうと述べています。州弁護士は5年間逃避を収めなかっただけで自動的に脱党したことになるのだろうか。それは不可能だ。たとえ中共があなたを嫌って追放したとしてもそれはダメだと断言しています。州弁護士は積極的に選択する必要がありますと強調しています。そのような姿勢が必要です。 具体的な行動をとって党組織から離れる必要があります。周弁護士には70歳の女性顧客がいました。彼女は吉林市人民代表大会の秘書で党員でした。彼女の娘はアメリカ市民で両親の移民申請に付き添いました。この女性は55歳で退職し、 党の組織生活を終えた時期や、党費を納めなくなった時期などの状況を正直に述べましたが、領事館員は女性の夫に、私たちはあなたの配偶者を審査しますと明言しました。結局、彼女の移民申請はその後3年間そのままでした。そこで、州弁護士は彼女の移民申請の再提出を手伝い、面接まで進みました。女性は私は私仏教徒で 宗教が信仰を許さないことに反感を持って早期退職したと述べました。また、女性はロサンゼルスの世界脱党サービスセンターで脱党証明書を取得しました。彼女は、脱党がこんなにも大変なことだと思いもよらなかったと説明しました。その後、移民ビザを取得しました。州弁護士は、ナチスの先犯が、自分は逃避を収めず、 ナチストから離れたといった場合その彼が完全に無実の人だと言えますか彼は自主的に離れる必要がありそれこそが積極的な離脱です州弁護士は付け加えて語りました近年移民ビザや非移民ビザの申請過程で臓器摘出に協力したことがありますか一人っ子政策の中絶行為に協力したことがありますかと尋ねられることがあります これらはアメリカ政府によって非常に厳しく見られています。世界脱党サービスセンター会長の疫陽氏は、中国共産党、共生団、小戦隊組織からの賛体は、もはや中国人の精神的なニーズだけでない、実際の生活上のニーズになっていると述べています。その上で、疫陽氏は、中共のすべての組織から急いで脱退することだ。 と中国人に忠告しています7月1日は中共の検討記念日ですが世界脱党サービスセンターは7月1日を脱党記念日7月を脱党月と定めることを提唱しています7-1脱党記念日が近づく中アメリカの多くの地方議員や市民団体が世界脱党サービスセンターに祝電や賞状を送り 18年間の脱中共運動を経て、現在までに全世界で約4億1,500万人の中国人が中国共産党共生団小船隊から脱退したとして祝福しています。ジャレット・ガンドルフォニューヨーク州議会議員は過去18年間にわたり数十万人のボランティアが中国と海外で宗教の本質を暴いた書籍。 共産党についての9つの論評を広め中国人民が中国共産党から脱退するよう支援してきましたこの脱党運動は偉大なマイルストーンに到達しました同時に人類文明において最も平和的で最も重要な提唱の一つですと象状に記していますガンドルフォ氏は中国共産党が世界に対する巨大な脅威であることを人々は認識している 共産主義中国の暴政を制止し中国共産党の全世界に対する脅威を終わらせる重要性を国際社会は認識していると述べています。脱党ウェブサイトに掲載された中国共産党共生団小船隊からの脱退声明に関する2004年末から2023年6月23日までの統計によると全世界で 4億1492万人の中国人が中共及びその関連組織から脱退しています。この番組は大紀源記者の李英英氏と林丹氏による総合報道をまとめたものです。さて今日はここまでです。私たちの番組を気に入っていただけましたら登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。 Mata Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.